ロヘリオ・ガブリエル・フネス・モリは、アルゼンチン・メンドーサ出身のサッカー選手。リーガ MXCF ・モンテレー所属。元アルゼンチン代表、現メキシコ代表。ポジションはフォワード。双子のラミロ・フネス・モリもサッカー選手で、現在は、アルナスルでプレーしている。初期アルゼンチン・メンドーサ州のメンドーサで生まれた。2001年に、家族でアメリカ合衆国。 アーリントンへと引っ越し、双子のラミロ・フネスモリと共に、ワーグマン中学、アーリントン高校へ通いサッカーをしていた。セントラルゴールド91というサッカーグループに、ラミロと共に数年所属。そこで2008年にダラスカップトーナメントで40ゴールを記録し、チームは24勝2分1敗の成績で、地区優勝とエリアファイナリストになった。また、 チームの監督に 1994FIFA ワールドカップ 1998FIFA ワールドカップでサッカーナイジェリア代表メンバーの内岡方が務めていた。末の MLS というテレビのコンテストで優勝すると FC ダラスからオファーが届きユースチームに入団した。リーベルプレート2009年12月6日に1から3と敗戦したプリメーラディビションの CA ベレスサルスフィエリド戦で CA リーベルプレートの選手として出場し、プロとしてのキャリアをスタートした。その年の最後2試合のホームラシンクラブ戦と、アウェー CA、ティグレ戦に出場し、ティグレ戦で初ゴールを決めた。プレシーズンに伝統チームが参加するトルネオスデベラーノの一つ、マルデルプラタで行われたコパデサフィロで、ライバルのボカジュニアーズ相手にゴールを決め3から1の勝利に貢献した。 2010年5月9日のクラウスーラのラシン、クラブ戦で11試合ぶりにゴールを決めた。この試合はわずか24分の間に3ゴールを決め、初のハットトリックを達成した。1から5と敗戦した最終戦の CA ティグレ相手に唯一のゴールを決めた。2010年、アペルトゥーラの開幕 CA ティグレ戦でアリエル・オルテガのアシストから90分にゴールを決めて、 1>, 1から0で勝利した。また、同じチーム相手に3試合で3ゴール決めた。第3節 CA インデペンディエンテ戦では、前半の間に2ゴールを決め3から2で勝利した。アルセナル FC 戦で今季4ゴール目を前半に決め、1から0で勝利した。このように序盤の間はコンスタントに、ゴールを重ねていったが、これ以降ゴールを決めることができず。 クラブ史上初の降格の瞬間に立ち会った。翌年プリメラビーナシオナルの舞台では、第5節の CSD デフェンサフスティシア戦で初ゴールを決め、第7節のクラブでヒムラシアイエスグリマラプラタ戦で2ゴール目を決めた。22日のスポルティーボデサンパラドス戦では、自身と弟のラミロと共にゴールを決めるという特殊なケースを体験した。 41年ぶりに開催されたコパアルヘンティーナのノックアウトステージでは、キルメス AG と CA3、ロレンソでアルマグロ相手に2ゴールを決め、準決勝進出に貢献した。リーグ戦では、36日の CA ボカウニドス戦での得点が通算4ゴール目にして、最後のゴールだった。ーナシオナルの最終日では、後半頭にフェルナンド・カベナギと交代で出場すると、ヘディングで、 ダビド・トレゼゲの1ゴール目をアシストした。ディフェンスをかわしマルティン・アギーレにボールを出すと、アギーレが倒され PK を獲得するも、キッカーのトレゼゲが外してしまい、得点には結びつかなかった。今度は、相手と空中戦に競い勝つと、クロスを上げ再び、トレゼゲのゴールをアシストと尽力した。2アシストともに、トレゼゲのゴールへ繋がった。 2012年プリメーラでの開幕 CA ベルグラーの戦で PK を失敗し、チームは1から2で敗戦した。次戦のエステュジアンテスデラプラタ戦では2ゴールを決め、2から0で勝利した。ベンフィカ2013年8月にプリメーラリーガの SL ベンフィカに5年契約で移籍。2014年7月、買取オプション付きの1年契約でエスキセヒルスポルに期限付き移籍した。 モンテレイ2015年6月にメキシコリーが MX の CF モンテレイに移籍。モレリアとの親善試合でデビューを果たし、91分に得点を挙げ、3から2で勝利した。U-182009 年4月24日に双子のラミロフ・ネスモリと共に初招集された。ドロレスで行われた初試合は1から0で勝利した。 9月16日の試合で2キャップ目を記録した。このカテゴリーで2試合プレーしたが、ゴールを決めることはできなかった。U-20 セルヒオ・バティスタ監督のもと、プンタデル・エステで行われる U-20 国際大会に出場するメンバーに選ばれた。しかし、CA リーベルプレートのレオナルド・アストラーダ監督は、プレシーズンに帯同させるため参加を断った。 U-20 代表としての初試合、U-23 フランス代表戦で2ゴールを決めた。A 代表2012年9月10日に、アレハンドロ・サブエラ監督の下、ゴイアニアで行われるブラジル代表とのスーペル・クラシコで、ラスアメリカに向け初招集され、19日に初キャップを記録した。しかし、アルゼンチン代表の主要試合の代表には、招集されることがなかったため、 2019年にメキシコ代表を目指すことを宣言。同年にメキシコ国籍を取得。2021年に2021コンカカーフ、ゴールドカップに出場。グループリーグ戦のグアテマラ戦でゴールを決めた。ありがとうございます。